こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、えー、私のウィキペディア探訪、現在は日本という記事を読んでおります。私、日本人ですから、日本のことをもっと知りたいというわけでございます。はい、今回は、地理という章の地域区分という説、その中でも、 政令指定都市という項を見たいと思います。ここに一覧が並んでおります。はい。北海道から九州まで。別に県庁所在地が全部指定されているわけではありません。私も政令指定都市という言葉も知っていて、大体重要な市なんだろうなぐらいの感覚なんですが、多分ですけど、 結構人口の多いところが指定されてるなっていう感じがします。はい。私の故郷宮崎県なんて、この熊本県の半分以下ですからね。はい。たくさん合併したのに。たくさん合併したのに半分以下です。はい。それと比べて、名古屋市見てくださいよ。230万ですよ。はい。ねえ。これはもう、こうなっちゃいますよ。まあ、ちなみに東京都は何も入っていません。 東京都は特別区なんでね、あの前回、前回お話しした特別区になっているので、政令指定都市ではありません。はい。そういうことになります。もうあとはですね、はい、この画面、ずっとこの画面になってますので、あの、一時停止して細かいところはご覧になっていただければと思います。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信で お会いしましょうさようなら